おはよう。え？起きたとき、顔近かった？ だって、かわいい寝顔、近くで見たいじゃん。俺だけの特権、使ったっていいだろ？雨？降ってる。頭痛い？いつもの感じ？今日は休みだし、まだ寝てていいよ。薬、早めに飲みたい？わかった。じゃあ今取ってくるから、ちょっと待ってて。はい。お待たせ。遅かった？ごめんごめん。薬飲むのに何か少しお腹に入れた方がいいかなって。ホットミルク作ってきたよ。起き上がれる？じゃあ、はい。まずは、ホットミルク。これ先に飲んで。それから、薬ね。雨の日って、やっぱり辛い？こういう日は。体調崩しがちだもんな。薬、飲めた？早く効くといいな。少し横になる？いいよ。ほら、寒くないようにちゃんと布団かけて。じゃあ俺これちょっと片付けてきちゃうね。どうした？さっき戻ってくるのが遅かったから寂しかった？行かないで。なんだよ、急に甘えたくなっちゃった？もうそんなに目うるうるさせて言われちゃったらダメって言えないだろ。かわいすぎなんだよ。いいよ。わかった。はい。どうしてほしい？添い寝？よし。じゃあ。俺も布団に入れて。
牛も？いいよ。もちろん。お前、やっぱり、柔らかくて、あったかくて、この抱いた感じ、好き。もうちょっと、ぎゅー。苦しい？ごめんごめん。ここ最近忙しすぎてお前が足りてなかったからさ、ついつい力が入っちゃった。どう？少し眠る？今はそんなに眠くない？少し楽になった？よかった。薬効いてきたかな？じゃあこのまま何かお話でもしようか。何かある？何でもいいって。そうだな。じゃあしりとりは？え？いいじゃん、やろうよ。何でもいいって言ったのお前だろ？よし、決まりね。でもさ、普通のしりとりじゃつまらないから、お互いの好きなところを言い合うっていうのはどう？恥ずかしい？まあやってみようよね。じゃあ俺から行くよ。あーからでいいよね。お前の好きなところであーから始まるところね。そうだな、明るいかな。次はお前の番。明るいのいね。いつも優しい？うん。そっか。じゃあ俺もいいか。色っぽい。お風呂上がりとかさ、ちょっとドキッとすることあるんだよな。で、そうそう、またいいだよ。お前の番ね。考えて。いっぱいキスしてくれる？あ、お前、
自分で言って赤くなってる？かわいい。言い出しっぺらなんだけど、このしりとり結構恥ずかしいね。やば。せっかくだからもう少し続ける？いいよ。じゃあ俺はキスしてくれるの？る？る？る？むず。るってなんかあるか？降参？そんな。しないしない。絶対しないって。待って待ってって。考えてるから。わかった。留守番してる時もいつもお前のこと考えちゃう。 いいじゃん。だって本当のことだもん。 はい、次う。後ろ姿もかっこいい。 なんだよ後ろ姿って。 ちゃんともって言った？ 後ろ姿もね。 はいはい。 わかったわかった。じゃあ、俺は？またいいか。なんかいいばっかだな。色白なとこかな。お前の透き通るような肌の白さが。え？なんかエッチっぽい？おーい、まだ朝だぞーって。違うか。はいはい、次行こう次。お前は「ロー」から始まる言葉。考えて。降参か？ 降参しない？いいよ。ゆっくり考えて。なになに？ロールケーキを買ってきてくれた？ なんだよそれ。ああ、この前出張に行った時のお土産のあれか。でもそれってこのしりとり成立する？しょうがないな。まあいっか。じゃあ俺は買ってきてくれたの、たーか？ちょっと待って。考えるから。見つけた。
また赤くなってるよ。はい。次、お前だよ。ルーはね、難しいよ。何？ルックス？なんか、ストレートすぎて、照れるな、それ。じゃあ俺、吸うね。吸か。何かあるかな？キスして。もちろん。ずーっとこうやって添い寝しててあげる。
腕枕もしてあげるよ。だから安心して眠っていいよ。え？買い物？雨が上がってたら？ダメ。今日は嫌だ。二人だけの時間をもっと楽しみたい。買い物はまた今度にして。愛してるよ。